はいどうも、パラプンテ、J リーグサッカーチャンネルですということで、今回東京ヴェルディはどんなクラブということで、鍵は、えー、横山歩あなたであるっていう話を今回はやっていこうますよろしくお願いいたしますと。 ということで、さあ、えー、サガントスでございますけども、えー、前回、えー、レース戦は引き分けましたで、まあ、ちょっと連勝中のところにね、えー、また手が届かなかったんで、またここから一、ね、一つ勝つっていてほしいですし、まあ、今回1万人のお客さんが、ね、入る、まあ、1万2000人以上少なくとも入るんじゃないかとかね、言われておりますけども、さあその大観衆の前で、えー、まず一つ勝つことができるかどうかといったところでしょうかね、そして一つお知らせですね、えー、っと、本当、 申し訳ない私事で申し訳ないんですけどもね、えー、このヴェルディ戦の後の、まあ、レビュー動画いつも上げているレビュー動画プラス次の試合ですね、えー、次の試合の、えー、っとプレビュー動画に関しては上げることが、えー、できません、まあ、何年かぶりにプレビューレビューを、えー、お休みするということでございまして、まあ、その、ね、理由というのがでございますけどもね、えー、ちょっと私、えー、新婚旅行のように、えー、5月3日から5月5日ですね 3日で大阪の方に、えー、トスからね、えー、行ってきますでますであ、えー、どこにかって言ったら、まあ、大阪なんでねで、新婚旅行って言ったらまあアルファベット3文字のとこですね、もう分かりやすいですね、NGK、えー、ですね、ナンバーグランド花月の方で私は、吉本新喜劇は、まあ、昔からの夢でしたよね、僕はね、もう昔からの夢であるね、本当に土曜日の学校帰りには、えー、今土曜日の学校帰りってお前何言ってんだって思われるかもしれませんが、もう我々の時はね、小学生の時はね、えー、昼まで 学校があってね、学校終わったら大体公園に野球しに行くかね、親が作った焼きそば食いながら、吉本新喜劇を見ていた長崎県民には僕はなっていくんですけどもね、そういうところで、昔から吉本新喜劇はね、見たかったんでね、NGK、大阪でアルファベット3文字言ったらもう NGK ですよね、ね本当ね、え、USJ ってなんですかね、中東でございまして、そういうところでちょっとプレビューとかレビューがしばらく多分上げれないと思いますんでね、すみませんが、よろしくお願いいたしますと。 えいうところでは見ていきましょうかね。こちら。 ってところで、えー、トス VS 東京ベルディというとこですね。でそう、あのですけども、いつも使わせてもらっているフットボールラボさんのデータ更新が実はまだ、えー、追いついておらずでしてね、いつもこうね、直近5試合とかね、フットボールラボさんのデータサイトを見ながら話すんですけど今回はちょっと J リーグの公式サイトの順位表を見ながらね、えー、話をしていこうというとこですね。そう、東京ベルディ、で15位ですね、勝ち点10で、えー、15位というとこで直近 5試合負けなし直近5試合負けなしのクラブってそんなないんですけどもね、えー、5試合負けがないというところと、まあ、ただ前回はね、最後、チアゴ・アウベスが決めてええわみたいな、ね、ところがあって、最後のところ、福岡の村上さんが、ねまあ、守ってくれたというところで、えー、ベルディはちょっと勝ち点3に、えー、届かず、あそこ決めてれば、ね、福岡は勝ち点0で、ベルディは勝ち点3をゲットというところでございましたけれども、しかし、まあ、えーまあ、でもそれでも負けなしが、ね、ずっとついてすます。まあえーあ いう意味で今年のヴェルディーね、えー、1勝7分け2敗なんでね負けの数も少ない2敗っていうのは上位のね、えー、ゼルビアよりも少ない数にはなりますしただ勝ちの数、勝利数1というのは、まあ、湘南とかね札幌さんと、えー、並んでワースト記録にもなるので引き分け7っていうところでなんとかこう勝ち点をね稼いでいる、まあ、10試合中で,、えー、勝,ちでうか勝ち点10のうち7はやっぱり引き分けなんでね相当、えー、でもそれでもまあ残留圏内にいますんでね。でトスよりも 上の方にいますんでやっぱ負けないことって結構残留においてはね、えー、重要だなという感じも、えー、しております。でずっとねベルディさん引き分けっていうかこの、ね、失点がついていましたずっとずっと失点がついていたんですけども、えー、っとこの間のフロンタル戦かフロンタル戦と前回の福岡戦2試合連続で、えー、無失点に相手を抑えるというところなんでその代わりこの得点力がなんか減ってしまってみたいなところで、まあ、そのすり合わせが難しい状況かもしれませんがただ基本的にやっぱりこうね、えー、守備が ね、この2試合は安定しておりますんでそこをトスがどう攻略するかといったところでしょうかね。で、鳥栖はなんとかね、このゴールデンウィークが終わった頃には、えー、残留圏内に顔を出しておきたいとい、えー、ったとこ,です、ね、いうところついこちらですね。 えっとこれが前回、両チーム先発メンバーには、えー、なってきます。えー、ベルディは、まあ、やっぱスーパーサブ的に元山形の千アウ・アウベ選手が、ねえー、使われるというところでまだ先発はないかな、まあ、もしかしたら今回先発で来る可能性もあるんですけどもただ、ね、正直、染メの木村のツートップは相当厄介ですね。もう木村選手も、ねえー、京都から来ている選手でゴリ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 ,ゴリと、えー、フィジカル能力を生かしたドリブルがね上で前回の福岡戦も、えー、相手選手に角ぶつけながら前進。 するみたたいいなととこころろもあ、えー、ありまましたんで、まあえー、そういうところで木村選手、高さもあってフィジカルのほが高い、本当ゴリゴリいける選手にはなる、この選手をどう抑えるかってところでですねを、でも染野に関しても言うことはないでしょう、もう世代空襲のセンターフォワードにはなってきますで。で、えー、あとは、ここに名前がない選手でいうと,、えーとー、あの選手、名前が、あー、ドアスでした、えー、名前を綱島選手かそう津田島選手ですね、高さがある中盤の稲島,、えー、津田島選手ですね津田島、今稲見を見ながら話したね。 綱島、えー、選手という選手がいて、綱島選手、高さがあってね、ね中盤の選手なんだけども、ただやっぱパワープレイ要員として、ね、最前線で後半使われるみたいなところもありますので、ちょっとスーパーサブ的にいる、まあ、スピードで、ねまあ、物事を解決できるチア・ゴアベスがいて、で高さというところで勝負できる綱、ね、島選手がいてみたいな、ベンチの,、ね、このラインナップも、ね、豊富なメンバーがいる、えー、ってところでしょう、まあ、このチーム、本当ねウィングのところもね、えー、先発でない選手が結構、印象的なプレーを、えー、見せ というのもありますんでね、まあ、そういうところで考えると、山、ま、井、あ、選手もそうですよね、ガンバ,ガンバから来て、山井選手もそうですけど、スーパーサブ的に流れを変えることができる選手は色も厄介ですし。で あとはまあジェフ・チバで活躍した三木選手もいて、あとセンターバック、千田選手ですね、元ブラブリッツ・アキターでもともとプレーしていた選手で、フィジカル能力も高いし、空中戦には絶対的な強さを持った選手なんで、例えばマルセロ・ヒアンとか競り合って、多分、千田選手が正直ね勝つでしょうし、セットプレーで攻守において、ねぎり千田選手は。 えー、なってきそうまあキム・テヒョンと競り合っても千田が勝つんじゃないかぐらい僕はね正直千田のこの空中戦の絶対的な強さっいうのはやっぱりね攻守において、ね、トス目線から言うと、えー、脅威だなっていう感じがしますんで単純なクロスではねやっぱり千田に、えー、跳ね返されてしまうというところでしょうでねあとマテウスですねこの間2年ぐらい前かなブラジル代表が日本に来た時にね、えー、ブラジル代表が日本代表と試合をした時に確かゴールキーパーが、ね、負傷してしまって、ね、ブラジル代表がキーパーいなくなってでマテウスが急遽 呼ばれるまあ、日本にいる、えー、マテウスは急技呼ばれるみたいなことありましたけれどもこの選手は足元うまいし、まあ、レースなプレーが上の選手なんでまあ、マテウスもねこの壁どう乗り越えるかというとこですね。で あとそう、うん、トスのスーパーサブといえば横山選手ですよね。でなんで今回、横山選手がねキーマンかという話をしていくと、えー、ベルディは割と後半落ちるというイメージがどうしてもあって、まあ、70分以降ですね70分以降ガクッとね、えー、強度が落ちて相手に攻め込まれるみたいなシーンがどちらかというと多いみたいなぐ、まあ、前半がんがんきて後半ちょっと落ちてしまうみたいなところがあるんで、まあ、要は後半勝負、ね、0 0のまま後半に、えー、持ち込むことができれば70分以降で、えー、何か起きるんじゃないか。ベルディの 失点の割合で多分70分以降がねめちゃくちゃ多い,い数字が多分出るんじゃないかっていうね話にはなるんで、そういう意味では横山選手、まああの鹿島戦での活躍、和製メルテンスみたいにえ寄りれましたけれどもねまあこうスーパーサブの横山選手が何かえ得点へのきっかけを70分以降作ってくるんじゃないか中途うとこちょっと期待して見ていこうと思ってますであとは長澤選手、ねえ頑張っていくというところですね。でこちら えー、両チーム、数字で見ていきましょうというところでこれが両チームの数字ですね、トス、まあ、トスはまだまだ数字が伸びてこないなというところあります、でベルディはまあ安定しているかな、えー、まあ、チャンス構築率は低いんですけど成功率は高いですし趣味のところも、まあ、非成功率が高いとか、ね、失点数がなんだかので多いところありますけどその手前のところは非チャンス構築率が6位とかね、非シュートの数が7位なんで90分で見たときにそんなチャンスはね相手に作らせないけど、も、まあ、やっぱ最後のところでね、70分以降 こベルディにはないので、本当にトスからしたらいかにこう同点で時間を推移させるか、0-0、まあまあ、が一番理想的かもしれませんし、もっと理想はリードすることが理想なんでしょうけど、もう最低0-0とか1-1とか、まあえー、ロースコアの状態、ドローの状態で後半を、えー、迎えてきて、そしたら何か横、ね、山選手が解決してくれるんじゃないかとか、そこはちょっと期待はしていますけどもね。でこちら 得点パターン、失点パターン、一応こんな感じで、ト数はだからセットプレーから一番多いんですよね、5得点には。なりますが、さっき言った千田選手と,あとマテウス選手のプレーエリアの広さですよね、まあ、そう簡単にはセットプレーとか、でクロス間の得点というところは、ベルディは許してはくれというところですねで。ベルディの失点割り、全体的に少ないですもんね、PK からの3失点が一番多いんで、基本的にはもう地上戦とか、流れの中から失点は少ないという、まあ、PK からの3失点が最多中のなかなかね、 えー、珍しい感じがしますが要は流れからの失点中のは、まあ、J リーグ全体とか、まあ、この、ね、ベルディの、えー、失点の割合から見ると、ね、少ないというところにはなってきますね。でこちら これが90分間監査の平均視察には、えー、なってきます。えー、ベルディ、いい数字は、まああまあ、枠内シュかト6位か、だからまあ今回、パギさんの仕事がまた増えるんじゃないかと、えー、いうところでしょう。あと、インターセプトの数も6位なんで、中盤も、ね、ガリガリきます。本当に森田選手は攻守において、ね、守備もうまいし、ね、ボール運ぶこともできるし、展開力もあるというところなんで、ね、も本当、中盤でのボールの奪いやセカンドボールというところは先に拾いたいというところでしょうね。で、こちら。 今回、て注目選手、まあ、さっき言ったらスーパーサブ組ですね。まあ、横山、まあ、チアゴ・アーベスがワンチャン先発で来る可能性もありますが、チアゴ・アーベスはポルトガルなんだ出身をブラジルと思ってました、僕ね。あ、ポルトガルなんだ、ブラジルって思ってたけども、あ、出生地はブラあポルトガルなんですね。あ、そうなんだ、今更知ったというところですけどね。まあえー、昨年、J2 の、ね、昨年まで山形で活躍した、えー、選手、基本的にはウィングの選手ですね、まあ。ウィングを主体とする選手にはなりますが、まあ、ツートップ の威嚇とかねセンターファウドも一応こなすことができる、チオがアベスで、えー横、横山選手がねいます、トスは、こういう両チーム、まあ、このスーパーサブ的におそらく後半出てくるであろう、この両者中ところが鍵になってくるんで、まあね、横山選手も今シーズン、途中出場がメインでね2アシスト決めておりますし、まあ、シュート10本か、この短い時間帯でシュート10本というのはまあ悪くはない数字とは思うんで、まあ、一発決めてほしいというところでしょうかね。はい えー、というところ以上です以上パラメンテジェルサッカーチャンネルございましたよかったされますさよなら